おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2926です。はい、今回紹介するのはですね、前回紹介したのがこちら、ビンゴトイズの BT02 ウィンドガールですね。こちらのですね、開封から稼働範囲、あと背面のこちらのね、剣の取り付けですね、こちらを前回やったということで、今回ですね、こちらの方ね、変形させていってね、ビークルモードやっていきたいと思います。で、前回の動画ではね、ずーっとね、ウィングガールって言ってましたけどね、ウィンドガールが正しいです。はい。ということで、早速ね、こいつをやっていきたいと思いますが、まあ、こいつに関しましてはね、台座つけてるんで台座外しますが、これがですね、まあ前回と同様にはなりますが、こちらですね、説明書が付属してきておりませんので、まあ一部なんとなくと。ただですね、公式動画なのかね、ありますので、それをね、参考に変形させていく必要性があるということで、とりあえず手首パーツは今ね、こういう風にね、ポーズ用に平手にしてたので、多分グーパーツにしなきゃいけないと思うのでね、もともとセッティングされていたね、グーパーツにしておこうかなと。で、あとは腕自体はね、まっすぐ下ろして、まあとりあえずね、開封時の状態にしてあげようかなと。はい。一応これでね、なんとなくセッティングがね、できましたので、とりあえず早速ですね、やっていきたいと思います。ちなみにこちらのウィングですね、ここについてる剣。これに関しましては多分このまんまでいけると思いますけど、ちょっと外しておこうかな。なんかあったら嫌なんでね。ちょっと全部6本ね、ささっと外してしまいたいと思います。はい、外し終わりました。そしたらですね、準備できたんで、早速ね、やっていきたいと思いますが、まずですね、胸部パーツ。ここのパーツのロックを解除して、上に持ち上げると。で、その時にこちらね、内部パーツ。これもね、一応なんか引っかかるっぽいんですけど、一応ね、上の方向にこういう風にね、ガチャッと持ち上げると。そしたらですね、後ろの部分がね、ブロックされておりますので、頭部を引き抜いてあげまして、首元っていうかね、ここの部分に、こいつがね、刺さってるんで、そこのロックを解除して、こういう風にね、引っ張ってあげると。で、これができましたら、背中のね、ウィングパーツ。これ全体をグッと引っ張って、こういう風にね、外に逃がしてあげるよと。まあ、こんな感じでね、グイッと動かしてあげましょう。そしたら頭部パーツ全体を下の方向にね、グッと押し込んであげて、こういう風に入れると。まあ、元々の位置に戻すんではなく、根元のジョイントですね。ここの部分を押し込んであげて、ちょうどこちらね、ウィングの中間に収まるような感じでね、こういう風に動かしてあげましょう。はい。そしたらですね、ウィング全体、根元のね、基部部分を利用してグイッと回転させてあげると。で、こちらね、回転させるときに、頭部パーツがね、こういう部分が腰とかね、背中とか腕とかにガツンと当たってね、塗装が剥げないように十分気をつけながら、こういう風に回転させてあげると。これができましたら、全体的に上方向にね、持ってって、こういう風にね、寄せてあげると。で、こういう風にね、寄りましたら、機種はね、多分こういう風になってなきゃいけないと思うので、まあ、元々がですね、こういう風に跳ね上がってる場合は、押し込んであげてね、こういう風に寄せてあげつつ、胸部パーツを上に持ち上げると。で、その時に多分この辺にね、溝があるので、まあ、この辺合わせてね、持ってくればいいのかなと思いますが、これがね、思ったよりもね、上に行くね。これが、説明書はね、ないので、ざっくりで言ってますけど、まあ、こんな感じでね、上に持っていけばいいのかなと。で、特にロック機構もないんでね、果たしてどこが正解なのかよくわかりませんが、なんとなくね、この辺のヒンジとかを利用して、上にね、持ってくればいいのかなと思いますが、とりあえずね、ここら辺でもはめておけばいいかな。これはね、後でまた調整したいと思いますが、一応こんな感じでね、動かしましたと。そしたらですね、背面向けまして、ここのカバーを開きますよと。ここにはですね、もともと、こちらのね、小さい剣をね、入れてましたけど、ここのカバーを開いた状態に仕上げて、こちらのね、でっかい剣を押さえていたこちらのパーツのアームをね、うまく利用しつつ、下方向にグインと持っていくよと。反対もね、同様にガシャッと動かして、グッとね、引っ張り込んで上にね、持ち上げつつ、ここにね、くぐしてあげると。これがね、ちょっと硬いのがね、こっち方向には行かないので、ここはですね、こっちと同様にささっとね、動かしてしまいたいと思います。はい、なんとか動かしました。そしたらですね、根元のヒンジなのかな。ここの部分を利用しつつ、今動かしたらね、こちらのウィングをグッと全体的に下げますよと。ここにですね、グイッと下げ切りますと。で、この時に腕とかですね、この辺が干渉するとね、嫌なので、ちょっとね、前に出しておいて、スペースを作ってあげつつ、
根元の金属アームをね利用して下方向にここにねグッと下げてあげましょう。一応ここまで下げればいいのかな。はい、とりあえずねここまでできましたね。とそしたらですねくるりと回しまして、一旦ね腕をこういう風に、ね、持ち上げてスペースを一回確保してあげて、ここのウイングのですね根元のここかな、こちらの部分が開くみたいなので、ここの部分をスポッと開いてあげてね、スペースを作ると。で、これですね、ちょっと最初のうち分かりづらいと思うので、この位置でね、開いてあげなきゃいけないので、あ、こういう風にですね、内側の方向に寄せてあげて、ここのね、穴を露出させるよと。反対もどうですね、グイッと開いてあげて、穴を露出させましたと。で、これが準備できましたら、前腕のここの可動部分をね、利用してゴキッと折り曲げると。で、この状態でぐーっと下げていって、腕をひねってね、ここのスペースのところに手首パーツを格納すると。その時に、位置調整が結構大変だと思いますけどね。あと手首パーツの向きか。その辺もね、うまく把握しながらここに入れなきゃいけないので、まあ一応根元のアームとかですね、この辺の部分ロックがどうのとかね、いろいろこう角度調整も必要になると思うので、その辺も含めてですね、こちらの中に入れたいと思います。で、肘関節のね、調整も効くので、ここもですね、前腕でひねったりとかしながらね、うまく調整して、先ほどのこちらのポイントですね、ここの中、こっちにもね、同じように穴がありますので、そこに対してズボッと入れます。はい、なんとか入れました。ここに関しては、肘とかね、こちらの肩周りとか、この辺の部分をくの字に曲げつつ、手首パーツを中に突っ込むと。で、その状態でこちらをね、ぐっとね、内側に寄せてあげると、うまく入るんでね、そういう風にしてあげた方がいいと思います。で、それから肩パーツの位置を調整してね、一応こんな感じにすると、腕がね、格納できましたよと。これができたら、くるりと回してね、背面側というか、こちらをね、向けてあげて、ここのカバーですね、これがね、開くみたいなので、バカッと開きますよと。反対も同様にパカッと開くと。こんな感じですね。で、これがね、開きましたら、あとはここに対してね、こちらの足を格納しなきゃいけないよと。で、その足の格納に関しては、膝を曲げる。で、ここが折れますんでね。こういう風にしつつ、ここの部分に対して足首ひねったりとかしながらズボッと刺すと。で、最終的に、ここがね、上に向くという感じですね。だから、ここがひねれるんですね。こうひねってあげた状態にしなきゃいけませんので、この部分可動ですね。これも十分気をつけながらですね。とりあえず膝をグイッとね、曲げてあげながら、ここを曲げて、で、こちらの部分でひねって、このままぐーっとね、曲げていきまして、つま先をこちらね、ウイングの中に押し込むような感じで格納してあげると。で、これが入ったら、こいつを使ってロックすると。なので、足首の位置関係もね、うまく調整しながら、エイヤと突っ込んで、こちらね、カチッと入れなきゃいけないよと。これ結構大変ですね。なので、前回の稼働の時もやりましたけど、あの時ね、股関節周りがね、ギーギー言ってましたけど、あの状態でやると多分大変なんで、この辺もですね、ちょっとやりづらいなと思った場合はね、あらかじめちょっとしっかりとね、シリコンスプレー流すとかの対策しておいた方がいいと思いますが、とりあえずそんな感じでね、ぐっと曲げたりとかしながらね、段取りよく作っていく必要性があるかなと。ただやっぱりこれをね、今やっていく感覚としましてはね、やはり説明書が欲しい。動画見ながらとかだとね、かなり大変だと思うんでね。こちらの部分は、まあ紙のね、説明書、または PDF 欲しいですね。まあこんな感じでね、グイッと押し込んで中に頑張って格納してあげると。で、これが準備できたら、2パーツで閉じるという感じで入れてあげると。はい、なんとか入れました。一応これでビークルモードっていうかね、それが基本の部分は完成ですね。で、あとは下の方向けましてね、ここのところに格納されている、一応ランディングギアですね。これをね、展開することができるので、まあそこに対して付けることはできますが、ここのパーツはね、格納できますね。なのでこんな感じで寄せておけばいいのかな。はい。一応腰上げてね、あとここのランディングギアですね。これをガチャッと展開するよと。これがね、硬いんだ。すごく。向きは合ってるはずなんですけどね。一応こちらね、展開できるので、ここをね、頑張って引き出してあげましょう。はい。で、ここはこういう風な感じですね。タイヤじゃなくて、板ですね。で、もう一つはここにありますんでね、こういう風に起こしてあげて、こんな感じと。
で、ここもグッとね、動きますね。こういう風にすることによって、着陸脚っていうかね、ランディングギアというか、これがね、展開できますよと。で、あとはこの状態でね、地面の方にポンと置くことができると。これがビークル形態と。で、それ以外に、ポロッとね、置いてありますね。こちらの剣ですね。これに関しましては、もともとつけていたね、こちらのポジションですね。これが生きてるみたいなんでね、この辺とかにズボッと刺したりとかしながら、こういうね、うまく組み合わせることができるとかね、こういう風に前方方向に起こして、いろいろね、展開できるんでね。あとは足回りとかね、その辺にもつけれるみたいなので、これがね、ここですね。こういうズボッと入れることができるっていうね。これ横に穴があるんですね、四角くね。そこのところに対して、こちらの突起ですね。この剣のところにある突起を差し込むことによって、一応ここにね、マウントすることができるとかっていうね。こういうようなギミックがありますよと。はい。まあこの辺はですね、好みでいろんなスタイルにできると。で、とりあえずこちらに関しましてはね、この状態とかにして、さらにここにもね、刺すことができるんでね、いろいろこの辺はね、好みで調整できると。あと、ここに対してね、そのままこいつつけることもできるしねっていうことで、まあいろいろ組み合わせることができるという感じになっておりましたが、一応これでビークル形態完成ですね。いかがだったでしょうかね。思ったよりも複雑な変形機構ですね。で、まあ前回もちょっと言ったことではありますけど、まあこれ取れたのはね、ちょっと取れましたって話になっちゃったんですけど、それとは違いまして、こいつ、ここのキャノピー開きそうだな。ちょっと開けてみようかな。うん、開きそうですね。あ、開きますね。ただ開くからといって下手にやるとね、折れますんで十分注意しながらになりますが、こういうような小さいギミックですね。こういう部分が開くとかね、全体的な可動域の広さとか、あとウィングにね、こういう剣をつけることができるとか、この辺ね、うまく展開して、好みのね、スタイルにできるとか、そういう遊び要素がね、あるのは非常にいいのと、あとは、このマットブラック、あとメタリックレッドですね。この配置とかね、この辺はね、非常にいいですよと。ただ、説明書がない関係で、ものすごく変形しづらいです。あとは、最初のうちですね、ギーギー言ってる部分があるので、そこの部分の関節調整をしっかりとしておかないと、後々ね、泣きを見るかなと。変にやると、ボキッといく可能性もあるのと、あとは今回の変形の関係でね、手首パーツを中に突っ込んで、腕をね、ギュッと寄せてこのスタイルにするとか、足もですね、根元の部分折り曲げたりとかしながらウィングの中に格納するっていうところが出てくるので、その時にあまりにも関節が硬いと、正直入らないと思います。入る前に傷だらけになる可能性があるので、事前にちょっと調整しておかないとダメかなと。シリコンスプレー流すとかね、そういう対策をしておかないと、変形完了する前に、ね、傷だらけになってね、ダメになってしまうんで、そこの部分はね、気をつける必要性はありますが、まあなかなかね、良いキットっていうかね、面白いアイテムだったと思います。で、あとこいつ自体はね、多分浮かせることができると思いますね。ああ、ここに多分真ん中に穴がありますんでね、ここに対して支柱をね、多分刺すことができるので、こうすれば浮かせることができるのかなっていうね。まあこの辺はね、いろいろ試行錯誤のね、必要性はありそうですが、まあ今ちょっとね、ざっくりですけど、こんな感じでね、上につけることができましたね。はい。なので、付属の支柱を使うことによって、こんな感じでね、宙に浮かせることができるっていうギミックがあるのもいいですよと。ただ全体的に言えるのは、やはり説明書がない。それによって動画を見ながらなので、非常にやりづらいと。一応、どこが曲がるとか、どう動くっていう解説はあるんですけどね。ただ、その都度その都度ね、動画を見ながら、あとはストップしながらなんで、ちょっと大変なんでね。やはり、紙でもいいし、PDF でもいいんでね、何かしら動画じゃない媒体でね、見れる方法がね、あったらより良かったかなって感じですけどね。なかなかね、アイテムとしてはね、面白かったと思いますんでね。気になった方はね、ちょっとチェックしていただければと思います。はい。ということで今回ですね、ビンゴトイズの BT-02 ウィンドガール。こちらですね、ロボットモードからビークルモードへの変形ですね。そちらをやっていきました。はい。ということで、次回ですね。次回ですね、発売から結構時間が経っておりますが、まあ、なかなかね、面白そうなね、プラモデル入手しておりますので、そっちをですね、次回から組み立てやっていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。